最近暑すぎてもう本気でなんか溶けそうと思う。マジ暑すぎる。なんでこんな暑いんだろう。地球温暖化かな。トリムカラコンつけます。ねえ、カラコンってさ、本当にさ、めっちゃ変わるよね。今時カラコンつけてない子なんていないよね、絶対に。あ、でもよく来るわ。カラコンはつけれませんって。マジ暑すぎる最近、本当に。てか、この前友達とお祭りに行ったので、そのお祭りに行ったはいいんだけど、でもマジでなんか、あの浴衣着てるカップルが多すぎて、浴衣よくねってなっちゃって、なんか本当になんか憧れる。浴衣着て彼氏とデートに行くの。浴衣っていうかさ、着物とかでもいいじゃん。なんかさ、よく鎌倉とかでさ、なんかあの、ね、猫みたいなさ、キツネみたいなやつのさ、あのあれをなんか頭につけてさ、やってんじゃん。あれめっちゃ良くない？え、大丈夫？どうした？みたいな。あれめっちゃいいなと思ったんだよ、本当に。インドアとアウトドアってあるじゃん。なんかどっちもなのね。なんか出かけようと思ったら全然出かけれるけど、でもなんか今日は出かけたくない日とかがあるの。だからなんかそのよくそのアウトドアとか言うじゃん、みんな。でそういうアウトドアとかじゃなくて、なんかあの中途半端の真ん中の人なんだよね、インド。だからさ、彼氏が例えばそのめっちゃインドアで全然出かけてくれないとかは多分無理かもしんない。ねえ、彼氏できたらさ、花火大会見に行きたい。なんか過去の人と行ったことあるのね、花火大会に。なんか本当にまあ、その花火がさ打ち上がってるさ時ってさ、あの声が聞きづらいわけ。だからそのバン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 ってなってるから。あ、てかネイル買いました。可愛くない？マグネットネイル。え、超可愛くない？こう見ると可愛いかも。で、なんかバンバンってなってんじゃん。で、なってるからなんか、あ、なんちゃらなんだねみたいに言われても、なんか、ええ、何えみたいな感じになっちゃうので、だからちょっとなんかそこがなんかの欠点だけど、でもそのなんか2人で同じ花火を見てるっていうその優越感に浸れるじゃん。え、めっちゃ良くない？しかもさ、そのさ、花火のさ、ストーリーとか絶対上がるじゃん、みんな。あれをさ、なんか、え、同じ場所で見たんだみたいなさ感じの感じ。え、めっちゃ良くない？めっちゃいいと思った。なんかでももうリンクはその過去に見に行った時が本当に幼稚で何もできなかったね。何もできなかったっていうか、なんかあの彼氏とまず何をしていいかが分かってなかったの。なんか彼氏って何みたいな感じだったね。だから手つなぐとかもあんまなくて、で本当に最後の最後で手つないだのね、その人と。でなんかそのめっちゃキュンキュンしたのが、なんかあの人混みじゃん、花火がパーって打ち上がって、その人混みの中でこうやってあーみたいな、あーってなってるわけ。リンカがね、あ、やばいやばい見つからないみたいな、あーってなってたら手がこうやって出てきたので、手出てきて、えってなってこうやってやるじゃん。でやったらこうやって変えられたの。え、めっちゃキュンキュンしない？それさ、マジでキュンキュンしちゃって今でもさ印象に残ってんだよね。でも別にリンカはさ、なんかあの未練がある人とかあるみたいなさ、あんじゃん。あのそういうの全然ないから、あの全然違う。今もなんかそういうトークなだけで、でその今はキュンキュンするとかじゃないんだけど、でもリンカにもそういう過去があったもん。やばくない？やばいよね。リンカもやばって思ったもん。てかさ、普通に恋愛って楽しいよね。なんか恋愛するとさ、なんか気分が上がるっていうかさ、なんか毎日がハッピーにならない？マジでわかる、これ。マジで本当に毎日がハッピーになる。待って、なんか消えたんだけど。え、電源切れみたいな。え、待って、なんで暗くなったの？あ、こんにちは。てかさ、マジでさ、夏になったらさ彼氏欲しくなるからさ、リンカさ。
なんかさ、みんな本当に冬とか言うけどさ、リンカはマジ夏に欲しくなっちゃうから、夏にいっぱいね、たくさんしたいことがあるわけ。まず一番いいなと思ったのが、なんか女の子がその T シャツを大きめに着て、で彼氏がまあズボンとあの T シャツで着て、でペアルックみたいな。え、めっちゃよくない？マジでそれしたくて、でそれになんかバッグとか持っちゃってさ、なんかこうやってとか、めっちゃやりたいの、そういうので。マジで叶えてくれる人いないかな。だと絶対なんかリンカ前から言ってんのが、あのピアスをおそろにしたい。よくない？ピアスをおそろにしたいんだよね、本当にしたいの。これずっと中3くらいからずっと言ってる話なんだけど。てか今日はあのママとドライブに行くから、彼氏じゃないよって言っとくね、一応。彼氏とデートに行くとか言ってないから。いや本当に彼氏とデート行くから、ちょっとメイク、可愛くメイクしますって言いたいんだけど。え、待って、やりたくない？彼氏とデートするからちょっとデートメイクしますとかさ、やりたいのにさ、いません。ごめんなさい、本当にママとデートするので、今メイク して髪の毛は今日はストレートでいこうかなって考えてる。てかさ、なんかさ、メイク濃い子がタイプと、メイクそんなしてない、マジでかわいい、メイクそんなしてない子がタイプの人って分かれるじゃん。なんかさ、どれも好きになれよって思わないね。なんかさ、なんかよく聞くのが、あ、この服装タイプじゃないみたいな、今日の服装タイプじゃないって言われたみたいな、聞いたの、それはね。ありえないと思って。それ彼女の全部愛せよって思わない？なんでそういうさ、なんか男がいるんだろう。まあ、でもリンカもその彼氏がオーバーオールとか着てたら、でそれリンカ好きじゃないとか言っちゃうけどね。まあ言っちゃうけど、そこは置いといて、でもさ、なんかその男の子側がさ、なんかうちらにさ、あの言うのはさ、ちょっとうーんってなるよね。え、でも自分は言ってんだよ、どういうことって思うじゃん。リンカもわかんない。待って、なんかこ、え、大丈夫そう、リンカマジでノーズシャドウ下手くそなんだよね、リンカ本当に。え、待って、しかもさ、これもよく聞くんだけどさ、なんか一人称を自分の名前で言うとモテないみたいな、あるよね。それマジどういうことなんだけど。え、あたしさ、え、待って、濃すぎない？オッケーオッケーオッケー。ちょっと本当にさ、なんかやる工程忘れてきちゃうんだよね。今から話すことはリンクが彼氏にしたい特徴話。とりあえず、あの、絶対に前髪を上げててください。絶対に前髪上げてて、あの、眉毛が見えるくらいな感じ、上げてる人が好きです。で、そして、あの、絶対に毎日、あの、大好きだよって言ってくれる人がいいです。なんかその安心できないのと、あと、あの、安心したいみたいな。で、ちょっと、あの、リンカちゃんってこう見えても、なんかあの、例えば彼氏がその女の子と連絡取ってたとか耳にしちゃうと、なんか、え、なんでってなっちゃうのね。なっちゃうな、私って。で、なっちゃうから、なんか本当にあの、自分を大事にしてくれる人がいいなと思ってて、なんか本当にあの、リンカ第一優先みたいな、あの、パーフェクトな人が好きなの、本当に。でもさ、これってさ、結構さ、みんなそうじゃない？あと本当にあの、周りが見れる人、あ、俺やるよみたいな、あ、俺やるよみたいな、うん、ちゃんと言ってくれる人、持っててあげようかとかね、大事じゃない？めっちゃ分かった、眉毛だ、やってないの。てかさ、なんかその、俺やるよっていうさ、人めっちゃいいよね。俺やるから貸してみ、みたいな。キュンキュンしちゃうってなる。ごめんなさい、ほんと眉毛は集中しないと変になっちゃうんで、ごめんなさい、ほんと。いい感じ、いい感じ。
てか、彼氏と絶対に行きたくないなって思う場所があって、なんかさ、どっかでさ開催されたさチームラボってあるじゃん。ねね、それでね、そのさ、そのわかる、そのチームラボめっちゃ行きたいんだよ。行きたい、本当に行きたいな。でもその素足になるっていうのが嫌なの、考えられなくて。なんかその素足になるっていうのが嫌で、本当になんか、え、待って、どうしようってなっちゃうんだよね、普通に。本当になんかその素足とか嫌なんだよね、足が。なんかそれが嫌なの。なんか、え、なんでこれって、マジで分かんないけど、なんかリンが本当にそういうの無理なの。ただでもそれだけ。あとは海水浴とか嫌だかも。なんかただ単に普通に泳、何、見に行く、海を見に行くとかだったら全然いいんだけど、なんかその泳ぎますってなったら、そのなんか絶対無理って思っちゃう。てかなんかリンカはクロールができないのね。で、平泳ぎしかできないので、平泳ぎしかできないって、そのさ、平泳ぎってなんか手と足は両方交互に一緒にやるとかじゃなくて、なんか違うらしいじゃん。で、だから本当にちゃんとした泳ぎができないのね。で、絶対リンカのこと助けられないと思うの、溺れたら、彼氏が。で、だから絶対行きたくない、泳ぎたくないと思ってる。本当に絶対助けられないよ、リンカのこと。だってなんかママがなんかめっちゃ水泳やってて、なんかすごい賞とかなんかトロフィーとかめっちゃもらってたので、それでこの間なんか前にそのなんか海に泳ぎに行った時に、え、リンカはもう絶対死ぬ、なんか溺れて死ぬってなっても、わわわわこうやって動いちゃうから、ママも助けられないから一緒に死ぬねみたいな言われたことがあって、トラウマ。え、なんかさ、彼氏がさ、なんかさ変な服装しててさ、なんか彼氏いる人みたいな話だけどさ、いないんだけどね、そこが悲しいんだけど、普通にマジで悲しい女みたいになってる。え、なんかさ、彼氏がその服装、彼氏の服装でなんかこれ嫌だったけど言えなかったみたいな友達があって、でなんかまずなんかリンクが彼氏にしてほしくない格好は、そのオーバーオールとジャケットの、そのなんかふわふわしてるやつわかる、なんかふわふわしてる、こうやって触ったらなんか毛皮みたいな、毛皮じゃない、なんか毛みたいになってるみたいな、あれが嫌なの、本当になんか嫌だって思っちゃうんだけど、なんか友達はなんか言えなかったみたいに言ってて、え、リンカ絶対言っちゃうなって思って、ね、これ何みたいな、え、どこで買ったのって絶対言っちゃうんだよねと思って、え、だからモテないのかな絶対言っちゃう、リンカ。え、どうしよう、本当に。でもさ、本当にさ、言えない人はさ言えないじゃん、そういうのって。ちょっと難しいよね、人生って。で、ママと出かけるのでチーク塗ります。普通さ、彼氏と出かけるのでチーク塗りますって言うよね。でもね、うちのママも可愛いから、リンカで出かけるときちゃんとなんか上に ラーメンとか塗って、下にラーメンとか塗ってで、どうって聞いてくるの、可愛くない、普通に。だからちょっと変化とかを気づいて言うようにしてるあ、変化気づいてくれる彼氏よくない？待って、それいいよね、変化に気づいてくれる彼氏。しかもさ、カラコンとかさ、あれ今日カラコン違くないとかさ言ってくれたらさ、え、何ってなる。そんなん言われたいんだけど、リンカ。今日メイク違うよねとかさ、え、そう、なんでって言ってさ、なんで違うのみたいな言ってさ、え、ちょっと、え、君と遊ぶから気合い入れたってさ、え、可愛くない、そうやって言いたいんだけど。てかさ、なんかさ、彼氏できたらさ、絶対さ、元気の源だよね。てか、リンカって、本当に喜怒哀楽激しいのね。で、この間、ママと喧嘩した理由も、そのリンカの喜怒哀楽の激しさなんだけど、なんか本当にだから、リンカについてける人がいるのかどうかなんだよね、まず。そのリンカの、テンション、ポテンシャル、テンションについていけるかどうかなの。だから絶対おもろい人がいいなと思ってて。でもさ、いないよね、この世の中に。おもろくて、かっこよくて、
リンクよりも背高くて話を聞いてくれて、それでも別に話も話してくれてみたいな。てかなんかリンカが言ったことになんかめっちゃ笑ってくれる人がいいかも。それよくない？しかも絶対なんかアイコンとかなんか写真とか投稿したら、え、これかわいいねとか言ってくれる人がいいな。うわ、めっちゃいい。え、マジで彼氏欲しくなってきた。だってさ、もう夏終わりだよ。普通にやばくない？ネイル行ったの、リンカね。で、そしたら何年生ですかって言われて、あ、3年生ですって言って、で、そのままネイルとか続行させてたのね。で、やってもらってて、で、そしたらなんか、あ、じゃあ来年とかにその就職活動とか考えるんですかみたいに言われて、ん？ってなったのね。で、ん？ってなって、そしたら、あ、高校ですって言ったので、しかもリンカはこういうあのネイルの場所とか、その松葉の場所とかね、あの美容院とか、あの本当に猫かぶっちゃうの。なんか初めてのところじゃないんだけど、なんかね、猫をかぶるのね、めっちゃ。だから本当にもうなんかスンってして、おとなしいこういう人なのね。お願いします、今日はマグネットネイルでお願いしますみたいな声とかも変えちゃって、なんかそういうおとなしめのキャラで言ってんので、だからそのなんか、え？みたいな、高3高校って聞いて、え？みたいな言われて、めっちゃ驚かれて、なんかあのなんかめっちゃ落ち着いてますねみたいな、え、なんかこんな大人っぽい人高3でいるんですねみたいな言われて、で、え、あ、そうですかねみたいな感じだったけど、全然性格こんなの出してないから、みんな知らないだけ、あのネイリストの方が知らないだけで、あの全然こんな感じなので、申し訳ないね、本当に、ごめんなさい本当に。で、なんかしかも中学校3年生の時に、スタバ、高校受験に受かってスタバに行って、でそれでなんかママと行ったのね。それで、あ、受験受かったんです、うちの子みたいな感じでママが言ったの、店員さんね、スタバの店員さんに話しかけたの。そしたら、え、大学ですか、おめでとうございますって言われて、で、いや、高校ですっつって、めっちゃ老けてるじゃんと思ったんだよね。なんかそういうさ、運命なのかな、リンカって。まあ嬉しいけど、なんかなんでだろう、めっちゃさ、そうやって言われる。てかさ、絶対さ、そのさ、なんか大人っぽく見られるみたいな。え、てかなんか前髪を上げてたらめっちゃ大人っぽく見られるの。でさ、海とかでさ、なんかサングラスかけて、え、待って、やりたい。海とかでさ、サングラスかけてさ、なんかさ、でやりたくない？ね、サングラスかけてさ、やりたい。待って、めっちゃいい。マジなんでできないんだろう、高3のさ、最後のさ、夏の日。あ、でもまだ冬があるし、冬が終わったら春だけど、あ、違う、ハロウィンがあるじゃん。で、あ、ハロウィンの前にまずリンカの誕生日があって、そっからハロウィンがあるじゃん。え、ハロウィンとかさ、めっちゃやりたくない？二人でさ、めっちゃ仮装してさ。え、待って、マジでやりたい。え、やりたい、仮装したいわ。ハロハロハロウィン、かわいいよマゲモン、ハロハロウィンってやりたい。え、待って、めっちゃやりたくなってきた。彼氏欲しくなってきた。だる、いない。かわいそうに思えてこない？こんなにさ、彼氏が欲しいってさ言ってんのにさ、できないくてさ、なんか生きてるって。まあでもそれがリンカだから。だからメイク終わったよね。せっかくの日入ります。で、なんかちょっとリップがあのどっか行っちゃったんで、ごめんなさい、一旦保留でみたいな。でね、もう良くない？前髪これ絶対ダメなんだけど、どうにかしてでもさ、アイロンを通さないでさ行きたい。え、いけるくない？いや、いけない。ちょっと待って、しかも前髪切っちゃったんだぞ。あ、もうこれでいいじゃん、これでいいや、ママだし。え、まあそれさすがに、あの彼氏とかだったらもっと気合入れて巻き巻きしたり、彼氏があのやってほしいとか言った髪型とかやります、ちゃんとやりますよ。でも今はあのママだから、まあちょっと手抜いてもいいかなと思って、ちょっとあのごめんなさい、ちょっと手抜きます、ごめんなさい本当に。ママだから、ママだから。まあ彼氏の場合はちゃんとやります、可愛くします。じゃあバイバイ。てかさ、
通にさ、なんか始めたタイミングもおかしかったしさ、終わるタイミングもめっちゃおかしくない？まあでもそれがリンカでしょ。